ラティーナカルチョ1932はイタリアのラツヨ州ラティーナを本拠地とするサッカークラブである。2020から21シーズンはセリエ D に所属している。1945年に US ラティーナカルチョとして創立し、数年後には AS ラティーナに改称。長年にわたってセリエ C、セリエ D レベルに在籍していたが、2007年に経営破綻により、 チームが解散。その後、アマチュアからの出直しを図るが、チーム継承を主張する組織が、ビルトスラティーナ FC ラティーナという2チーム、存在するという事態に、2シーズン分裂状態が続き、2009年夏に、新たに現在の US ラティーナカルチョとして、再スタートを切った。2012から13シーズンは、レガプロプリマディビジオネジローネビーデサニー、プレーオフを経て、 クラブ史上初のセリエ B 昇格を果たした。2016から17シーズンはセリエ B で低迷し、第41節時点で再開。その節でペルージャカルチョと2から2で引き分け、19位との勝ち点差が12になったためレガプロへの降格が決定した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。